斉藤林業の平田マレリシアです。本日はお引き渡しということで、その様子を撮影してみました。どうぞご覧ください。おめでとうございます。これは荒れる撮影になります。今日は荒れそうな。改めまして本日はお付き合いおめでとうございます。おめでとうございます。記念撮影を撮らさせていただきますので、手にしていただいて、こちらのカメラから撮ります。謎の鍵開け式。ありがとうございます。これは新規開場となりますので開けます。あ、開いた。
とても嬉しかったです。弊社スタッフや、大工さん、協力業者さんと一緒に、力を合わせて奮闘的なスパに仕上がって、本日無事に、この日を迎えられたこと、とても嬉しく思っております。これからは住まいで分からない点など、あるかと思うんですけれども、また気軽に声かけていただいて、引き続きご相談もお答えさせていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。誠におめでとうございます。ありがとうございます。本日はですね、迎えられたことを、お祝いの言葉と書かせていただいて、ぜひお越しいただきます。本日はですね、誠におめでとうございます。ありがとうございます。続きまして、ご家族によるお祝いのお願いしたいと思います。ではご主人様からお手紙をお願いいたします。はい、ぜひ向き合っていただけますか。私の長年の夢を一緒に叶えてくれてありがとう。人生をもし80年とするなら、これから生まれたと考えてもあと40年この家で暮らせると思うと、楽しみすぎてワクワクが止まりません。本日を迎えられた気持ちをお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。はい、まず何より、皆さん大きな事故もなく、健康に、無事、ここまで来れたことを、大変嬉しく思います。今日はあいにくの天気ではありますが、まあ、気持ちはすごく、すがすがしく、この斉藤林業に初めて、お話を聞きに行った時の、ワクワクと、その時に想像した、いい家を作りたいという気持ちが、それ以上に具現化させてくれたのは、当然妻の頑張りもそうですし、営業担当の青木さんが、まあ、いろいろな、周りの配慮していただいたこともそうですし、平田さんが具体的な提案、注意すべきポイントだとかをいろいろ教えてくれたからだと思います。篠原さんは、ね、直接顔を出していただいて相手をしていただいたりとか、大変感謝しています。まあ、長くなると斉藤林業という会社と、まあ、これからも末永く、付き合いをさせていただくことになるかと思いますので、こちらこそよろしくお願いします。斉藤林業の皆様へ、ついにこの日を迎えることができましたこと、誠に感謝申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。ご存知と思いますが、私の夢の一つは素敵な家を建てることでした。家作りを始めてから今日この日までの期間は、私たちにとってすごく濃厚な日々でした。楽しい中でもたくさん悩み迷い、常に家のことを考えていました。なぜなら家を建てたいと願っていたにもかかわらず、私は驚くほど無知でした。自然素材の家についてもなんとなくいい家というイメージでしかなく、デザインや間取りばかりを気にしていたと思います。しかし家庭を持ち、守るべき存在の生活やこれからの未来
全ての拠点となり、健康的で安心できる場所でなくてはいけないと考えになりました。斉藤林業に出会ってからは、自然素材の家の本当の意味を知り、私たちの家への概念が変わりました。いい家というのは、環境への配慮も忘れず、住む人にだけ優しいのではないということ。家自体が生きていて、月日を重ねるごとに美しく変化して、楽しみがずっと大切に住み続けていきたいと思える愛着が持てる家であること、それに気づかせてくれたのは、社長をはじめ斉藤林業のスタッフの皆様の信念とお仕事への熱い思いでした。群馬に斉藤林業があってよかった、心からそう感じています。これからもこの家とともにどうぞよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。今回の動画いかがでしたでしょうか。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。バイバイ。